ナイスいっぱい。ぎゅーっと横に。ほら、来たー。聞き誘い。聞き誘い。はい、今回紹介するのはティップランの、自分が考案した釣り方、聞き誘い釣りです。当たりがね、すごい明確に出る釣り方です。当たりがね、止めてる人でわからない人、なんだかね、これが当たりなのかってわからない人には特におすすめの釣り方になってます。では行ってみますね。それじゃあ、聞き誘い釣り、説明しながらやっていきたいと思います。まずね、聞き誘いと基本のティップランの釣り方、どう違うか説明していきますね。はい、まずエギを落としていきます。糸を出しながら、糸がね、どんどん出ていけば、まだ着底してないってことなんで、この糸が止まったら、着底の合図です。まずは、止まりましたね。そしたら糸付けを取って、1、2、3、4、5、6回ぐらい。で、穂先をピタッと止めて、これがね、基本のティップランの釣り方になります。あとはね、イカが触ってくれるのを待つ。で、当たりがなければもう一回落とす。次ね、聞き誘いやっていきますね。さっき6回ぐらいしゃくったしゃくりも4回ぐらい。1、2、3、4。ここから止まったらすぐに聞いていきます。こうすることで、イカのね、リアクションバイトを誘発させる、誘いになってます。普通のね、ティップランが待つ釣りだったらば、聞き誘い釣りはどちらかというと攻めの釣りです。リアクションを誘い出す釣りになります。まず止めの方をやっていきますね。はい、着底した糸付けを取って1、2、3、4、5、6回。ピタッと止める。この時に当たりっていうのはポンと跳ね上げる当たり。スッと入るティップラン的な当たり。あとはね、もぞ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 っていうようなね、その場で抱いてるような当たり、3種類ぐらい出ます。今度はね、聞き誘い。聞き誘いだと、完全にエギの重みを感じながらこうやって引いていくので、前にしかグッと入りません。なのでね、その辺がね、めちゃくちゃわかりやすいんですよ。あとはね、合わせるだけです。すごいね、やりやすい釣りになります。当たりがね、見やすくて。はい、着底しました。糸付け取ってからしゃくり。4回ぐらい。ただしっかりとね、エギを安定させながら効いていきます。この時にね、なるべく穂先がぶれないように、しっかりと重みを感じながら効いていくことがね、リアクションに結びつく誘いになります。キュー当たりがなくて、竿先を戻すときに、糸より先に、ティップがね、先行ってしまうと、絡みやすい。そういったね、トラブルの原因にもなってしまうので、ここまで来たら、テンションかけながら、リールを巻きながら落としていく。そこからまた、打ち替えてあげると、トラブルになりにくいです。はい、着底、しゃくり。引き誘い。ここですね。ちゃんと竿先を曲げながら戻してからもう一回落とす。流れでいってみます。はい、着底。1、2、3、4。キューッと。当たりがなければテンションかけながら。速度で巻いてくれば、しっかりね、かかってればバレないんで、引き始めでですね、動かし始めに触ってきました。いいとこ、ナイスサイズ。ナイス一杯。聞き誘いのね、バリエーションやってみます。
まず聞き誘い、上の誘いで、それが終わったらね、横の誘いやってみますね。はい、着底した。はい、まずは上に聞いていきます。バーチカルな感じですね。はい、着底3、4、少しね横目に引いていきます。これの時ね、エギがねどう動いてるかと言いますと、まず4回しゃくる、1、2、3、4。普通に上の誘いだとこういう感じに動きます。それに対して横の誘い、1、2、3、4、横に引くことで水平に移動するイメージです。このね誘いの違いを入れることで、イカがねどちらか結構好んでね抱いてきたりするんで、このねバリエーションつけながらいろいろ応用しながらやっていくと、突然ねイカがね抱いてきたりします。上の誘い、横、基本的にエギはね下には下がらないです。横か上か真上か、そんな感じの誘いになります。ヒップランだと、うん、スタンダードな釣り方でよくしっかりと止めないと抱いてこないっていうじゃないですか。はいはい。そんなに引っ張って大丈夫なもんなんですか？それはですね、止めてる時も結局ヒップランって動いてるんですよね。船がドテラ流しで流れてるので、エギはねずっと動いてます。それを自分で動かして一番いい潮の絡みを作ってあげて、ティプランを作ってるんです。ただねその違いなだけなんですよ。なのでね、エギが頭振ったりしてなければ乗ってきます。上を向いてようが真横を向いてようが下を向いてようが関係ないです。エギがね頭さえ振らなければしっかりとねイカはね触ってきますんで大丈夫です。止まってるティップラン、止めるティップランですよね、まあ、この状態ですよね。ただ船は動いてるわけで、こういう感じで安定させてあげると触る感じ。それに対して聞き誘いは自分で動かしてエギを安定させちゃう。これの時に穂先がね触れるとこういう動きになってしまうんで、そうするとねイカ全然触らなくなります。しっかりとエギの重みを感じてギューって引けば、上だろうが横だろうがしっかりとね触ってきます。その時にねちょっとね参考にしてもらいたいのが、止めてる人だとね 30g を使っていれば聞き誘いの場合は 40g にしてあげる。そうすることでしっかりと重みを感じながら聞き誘いできますんで、ちょっとねだいたい止める人の 10g プラスぐらいが目安だと思ってくれればいいと思います。糸出てる時は結構横に引いちゃったりします。ちょっとね棚を上げてギューッと横に、ほら今みたいに誘いをね変えるだけでね乗ったりします。ふいふう、おいっす。ちょっとね小ぶりですけどゲットです。イエーイ。ちょっとね小ぶりなんで大きくなって帰ってきてもらおうかと思います、ね、優しくねリリースすれば、普通にね泳いでいきますので。おお元気に泳いでた。じゃあ行きます。どんな時にね、かなり有効な場面になるかと言いますと、こういう場合糸がね下に立っちゃってあまり船が流れない場合は、こう上に誘うことで幅広く棚をね探れてくるんで、こういう時はねかなり有効です。あとは流れてるんだけどなんかちょっと思い通りの流れじゃないな、ちょっともうちょっと流れてくれればなと思う時なんかは、自分でさらにスピード調節してあげて引き誘いやってあげると途端にね触ってきたりします。どういう場面かというと、止めてる状態で
エギがしっかりと流れて、一番なんだろう、もうエギにかかる潮の重みがね一番いい時、そういう時は逆にね聞き誘いしてしまうとイカからエギを離してしまう状態を作ってしまうんで、そういう時はね、まあ止めてあげる、それもね交えてあげれば、状況に応じていろいろ誘い組み立てられると思います。まずね基本的な一番ね自分が多用している聞き誘いの速さお見せします。活性がいい時とかね、こんなスピードで引くのっていうぐらいのスピードで引きます。まずそれからやってみますね。はい、キャプテン1234こんぐらいです。結構ね皆さんびっくりされます。ただねこれでも十分乗ってきます。でもね状況に応じてこんなにスピードを上げてしまうと、エギがね追いつかない時、結構活性が低い時などは少しね遅めの聞き誘いやってあげると触ってきたりします。 1,2,3,4,5 こんな感じですね。こんぐらい速度変えていいと思います。まあその辺もねやりながら自分でバリエーションつけながらやっていくとね、いい速度がね分かってくると思います。だんだんね分かるようになってくると、あーこれいい感じに引けてるなーっていうとドンって触ってきたりするんで、ちょっとねその辺はねいろいろ交えながらやってもらうといいと思います。2,3,4,9 通常通りの速度ですね。じゃあね次にしっかりとね糸が出てってるので、あまりね早く引いてしまうと、イカがねエギに追いつけないっていう状況が出てしまうので、そういう時はちょっとゆっくりめの引き誘い、こんな感じですね。だいぶね引き誘いの速度って違うんですけど、まあその時のね状況に応じてやってもらえると、イカがね好んで触る聞き誘いが出てきますので、あまりね潮が流れない時は自分で潮を作っちゃうようなイメージですね。エギにしっかりと潮の重さをかけてギャーッと引いてくるイメージ、それさえねできてればねイカは触ってきますから。今度はねロッドのチョイスの仕方、聞き誘いに適した竿というのはやっぱりあります。基本ね重い、ちょっと人より重くしたエギをどん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 操作していく釣りなんでね、少しねパワーがある竿をねチョイスしてもらえるといいと思います。自分はねラグゼの EGTR-S65 の M プラス、バットが MH クラスのパワーで、穂先が M ぐらいのパワーを持ってる、聞き誘いにはね適したロッドになってます。あとはねちょっと短いところで510の M プラス、この辺もねパワー強いんで、聞き誘いやるにはね少し、張りの強い、ロッドチョイスするといいと思います。あとはですね、あまり柔らかすぎる竿だとどうしてもね聞き誘いに入った時に竿はね吸収して、聞き誘いのね幅狭くなっていっちゃいます。なのでねあまり柔らかすぎるのは適してないです。なので少しね張りの強い固めの竿をおすすめします。きたー、聞き誘い、やったー、来ましたね。よし、こんな感じでね引き誘いでやってもらえるとね釣れちゃいますから、皆さんやってみてください。ういそー、いいセンキュー、よっしゃー、引き誘い